こんにちは、加藤です。本日は V コアプロ緑のシダをしてみました。ストリングにはプロハリケーンツアーを使用しています。ボックス形状なのですが、ボレーはしっかりとコントロールができる上、当たりがやや悪くても通常の同タイプのスペックと比べて比較的飛びます。ストロークにおいてもコントロール性能が抜群で、スイングの速さが決め手となっていきそうです。映像の通り私のスイングを見ていただいて、私のスイングよりも速い方はコントロールがよりしやすくなると思います。逆に私のスイングだと若干当たりが悪かったり、うまくスイングできないときはコントロールがしにくく感じられます。よってしっかりラケットヘッドを体を使って加速させることができるプレイヤーに向いていると思われます。ご覧の通り強く打ちに行ってもバランスがしっかりしていないとうまくコントロールができないので、少し難しくなる方もいるかと思います。サーブに関してはしっかりとヘッドが加速することができると、非常にスピードプラスコントロール、また回転をかけることができます。いずれにしよう、私のスイングを見ていただいて、このVコアプロ100ですね。おすすめです。はい。まあ、実際は通常のクロスペックの方の、Vコアと色だけが違うっていうんですけど、実際打ってみるとなんか柔らかいかなって思っちゃったり、打ち心地がいいなって感じるのは見た目の緑と黒の違いなんでしょうかね。黒って硬いイメージ、まあ、あとはやっぱりこのお借りしてるご協力いただいてるストリンガーさんが、まあ、プロハリツアーっていうまたこうね、オツのチョイスをされてるので素晴らしい、選択なのかもしれないです。V コアプロの100ですね。プロハリツアー、自分はV コアの98使ってるんですけど、V カの98にプロハリツアーはあんまり好きじゃないんですけども、これに関してはまあしっかりしたボックス形状でね、がっつりした打球感を求める人用なのかもしれませんが、プロハリツアー貼っていくといいと思います。ポリはちょっとなって方は、AK プロだったりとか、その中間取って AK プロ CX だったりすると、いいと思います。はい、以上です。それでは